はい、4月23日です。今日は第11節です。ザスパック札群馬隊徳島ボルティスということで、ここ5戦がアウェーが多くて、5戦中4戦アウェーなんですよね。アウェーアウェーホームアウェーアウェー、そうだよね。清水、栃木、長崎で、その後に大宮で、いわき。だから長崎の時だけホームなんですけど、あとアウェーっていう感じ。ここ5戦はアウェーが多かったですね。今日ね、で長崎戦が僕が担当ではなかったので、クレマルがね担当して初勝利をあげました。やりましたね。でだから仙台戦以来ということで、私が担当で来るのが3月19日だったので、1ヶ月以上空いてですね、なんかすごく久しぶりな感じがいたします。今日は徳島戦です。徳島が10戦やって5分け5敗ということで、勝ち点5にとどまっておりまして、まだ勝てておりません。そんな相手を迎えるのはちょっと、なんだろうな、逆にやりづらさがあるかなというふうに思うんですけど、まあただザスパのねサッカーをまた展開して、まあ、前節いわきに2対1で敗れましたけれども、あまりこう自信を失うことなく突き進んでほしいなと思います。はい、でアシスタントのマリちゃんです。今日の意気込みをどうぞ。行きましたからね、バスツアーね。はい、どうでしたバスツアー？楽しかった。はい、でそのいわき戦を経て今日はホームです。こちらは関係者専用入り口となります。福島さんも必死でぐるっと追うので、どうでしょうね。そうですね、まあ、ただまあ、あまり気にせず、自分たちのサッカーをやれればいいかなと思います。今日も2人で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頑張ります。今日なんか出足早くて、今11時ぐらいなんですけど、こう見るとですね、グッズ売り場の方がこうかなりお並びいただいております。嬉しいですね。でもね、はい、嬉しいです。こうやってグッズ売り場、はい、いっぱい並んでます。ザスパのグッズをお買い求めいただく皆さんも、はい、大変ありがたいなというふうに思いますし、フリーマーケットもね今日ねやってるんですよ。後ろの方見えるかな。はい、でちょうどこのくらいの時間、11時くらいなんですけど、ここからスタグルの方もオープンしていきますので、すごくなんかね楽しみですね。まあ、日曜日昼まで、今日天気もご覧のようにいいお天気です。はい、日差しがあるとねかなり暖かい感じになります。まあ、風があるんでちょっとまだ風がねヒヤーっとしますけど、はい、という4月23日です。それではじゃあ放送席の方に行きたいと思います。はい、どういうこと？私たちもお昼ご飯をね食べながら、はい、こんにゃくに包まれてる。あ、すごい、どでか唐揚げわっしょいさんの唐揚げ弁当と唐揚げ丼か、一門さんのいなりです。うずらの串付きです。いいですね。はい、ちょっと仕事前にいただきたいと思います。さあ試合が終わりました。即ボイスをお送りしたいと思います。今日は第11節徳島ボルティス戦、終わりまして、今すべてのアナウンスも終わったところでございます。結果からいきますが、0対0スコアレスドローとなりました。バーポストに弾かれたのが2回あったかな。惜しかったですね、カズマのシュートの前半カズマのシュートポスト、後半もポストありましたよね。長倉だったかな、あれがね1個でも内側に入ってたらっていう感じはありました。
今日はね正直勝てた試合だったかなという、あのなんだろう、勝ち点3が1になってしまったかなという印象ですね。あのまあよく私言いますけど、ゼロの試合を勝ち点1にどう持っていくか、勝ち点1の試合を勝ち点3にどう持っていくかみたいな、いう形。やっぱりあのなんだろう、例えば劣勢になる中でも、そこでまあゴールをねしっかりと狙っていき、でゴールを取り切って、ちょっとでもねその勝ち点を稼ぐっていうところが、まあ、シーズン非常に重要になってくるかなというふうに思うんですけど、今日はまあザスパにとってみたらですけれども、非常にね攻めてましたし、勝ち点3が欲しかった内容だったかなと思いますね。どちらかというと守り切られてしまって、まあ、勝ち点2を落とすっていうような印象がありますが、まあただそんな中でも風が強いかったんですよね今日ね。あの非常に北風が強くて、でまあホームのゴール裏、ホームのサポーターのねザスパのサポーターの皆さんがいらっしゃるゴール裏からアウェー側の皆さんがいるゴール裏の方にもう本当に試合通して強い風が吹いていましたので、まあそういう中では風上風下っていうところでサッカーがだいぶ変わりますし、すごく難しいゲームであったことは間違いないかなというふうに思います。ただまあこの風っていうのはね、まあ、群馬特有の、非常に強い風ですので、群馬のチームとしてはやっぱりこの風を味方につけていかなきゃいけないかなというふうに思いますし、今後で、ここからまた31試合ありますから、しっかりですねそこを味方につけてほしいなと思っております。勝ちたかったですね本当に。そんな感じ、まあチャンスがねなかったわけではないので、そういうところはまあしっかり、今日はねなんか守り切ったというよりも、取れなかったっていう勝ち点1、そんな何か印象を持っております。はい、さあということで背番号77番がいますのでお話を伺ってみたいと思いますが、アシスタントのマリちゃんです。さあ感想をどうぞ。悔しいです。あでも、徳島も必死だったんだなっていうのが伝わってきて、でも悔しいけど風もすごかったし精一杯やってたとは思うんですけどね。はい、まあちょっと残念な勝ち点1っていう形になりましたかね。いやー今日はねなんか取りたかったなというふうに思います。またあの次もホーム戦なんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、さあということでね次の試合のちょっと予定をお話ししたいと思いますが、次の試合は4月29日です。祝日です。土曜日です。ゴールデンウィークが始まります。もうだいたいその日から世間的にはゴールデンウィークになるのかな。はい、4月29日第12節ヴァンフォーレ甲子園午後2時キックオフの正田醤油スタジアム群馬です。はい、また、今度の土曜日ねあのここで同じ時間帯キックオフという形になりますけれども、でその後ゴールデンウィークは5月3日アウェイ戦になります。アウェイ戦で熊本とのゲーム、これが13節はい、で14節5月7日にまたねここ正田醤油スタジアム群馬に戻ってきますので、結構あのゴールデンウィークの試合なんかもねあのショースタで見られますし、この後ホームがちょろっと多くなっていくので、ぜひぜひ皆様あの正田醤油スタジアム群馬に足をお運びいただくこと、はい、直接応援をいただくことというのが何よりも大事になってきます。直接皆さんの声をね、選手たちに届けていただければと思います。今日も3000人、まあ、わずかいかなかった形になりますが2949人という、入場者数になっておりまして、やっぱりねこれを常時5000人7000人1万人と増やしていかないといけませんので、そのためにね一歩一歩やっぱり、我々もそうだし、クラブのフロントも頑張っていかなきゃいけないところだと思いますので、選手たちがねこれだけ頑張ってくれてますから、選手とか監督コーチに報いるためにも、そんな彼らのやる気とか、モチベーションとかそういったものを上げていくためにも、やっぱりそれは5000人のスタジアムの方がいいし7000人のスタジアムの方がいいし1万人のスタジアムの方がいいには決まってるんで、お一人お一人のね
力が、はい、あそういえば今日選挙もやってますけど選挙と同じです。あの投票にあの行っていただきたいんですけどその一票っていうのがいや私なんかの一人がさ俺なんかの一人がさあのスタジアム行かなかったとしてもさそんなにさ変わんないじゃんみたいな感じに思われるかもしれないですけどその積み重ねなんでそのお一人お一人の積み重ねなんであのやっぱりねあのお近くの方お友達とかご家族とかあの恋人とか近くにいらっしゃる皆さんをお誘い合わせの上スタジアムに来てほしいなと本当に心から思いますしあのそういった方々が増えれば増えるほど、ザスパというチームが、もっともっと注目を浴びてもっともっと、皆さんのうーん近くにね、いるような存在になってでもっともっと強くなっていくと思いますので、それを目指して我々ね頑張ってますので、ぜひ皆さんね、スタジアムに足をお運びいただければと思います。では4月29日にお会いしましょう。スタジアム DJ 佐山雄介でした。バイチャー。